静岡おまちバルは今回で24回目となる人気の町おこしイベントです。スマートフォンなどで事前にチケットを購入して参加店に行くと、一押しの料理やドリンクをお得に楽しむことができます。先週末は清水草薙エリアで、今日からは静岡市中心部で開催されます。こちらは3回目の参加となるタコス&バーコヨーテ、新静岡駅の目の前にある人気店です。こちらではチケット1枚で焼きチーズタコスとドリンクのセットか、アボカドタコライスかを選ぶことができます。おまちバルのこうどこのお店行ったみたいな情報交換されてたりとか、ここね、知らない人同士が仲良くされてますよ。でも前回すごい、いっぱいたくさんの人に来ていただいて、もういっぱいね、なって外に溢れて、はい、召し上がっていただいたんで。実行委員会の松下さんは、このイベントをきっかけに静岡市の飲食店などを活気づけたいと話します。静岡って実は飲食店の数、人口でいくとね、結構全国トップクラスって言われてるんですよ。なので、まあ、その飲食店を通じた町おこしを、まあ、表現するに非常にいいイベントで、本当老若男女、カップル、ファミリー、まあ、いろんな方がですね、それぞれの楽しみ方でもって参加できるイベントなので、まあ、ぜひちょっとお気軽に、繰り出してほしいですよね。静岡おまちバルには83店舗が参加していて、日曜日まで開催されます。